おはようございます。星野瑠璃のニコ7実践動画。この番組はパチンコパチスロ競馬大好きな私星野瑠璃の日々のスロットライフを皆様と楽しもうという番組になっております。よろしければこの動画への高評価、ニコ7チャンネルへのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。本日は寝台で入りましたモンスターハンターワールドアイスボーンに座れましたので頑張って打っていきます。実戦スタート。まずは大事な1ゲーム目です。いきます。ここでレア役引いたら当たっちゃいます。残念。通常時基本的にはレア役を引いてクエストと呼ばれる CZ を経由して疑似ボーナスを目指していきます。右下にプチビンゴというマスがありまして、リプレイが2連すると右下のプチビンゴマスが埋まって、1ラインでもビンゴが成立すると CZ 抽選をしています。弱レア役成立時にマス開放高確率への移行抽選をしていて、マス開放高確率中はリプレイ1回でマスが開放されていきます。誘導行きました。誘導に移行すると前兆の可能性があります。モンスターの気配がする。モンスターの気配を強チェリー。風が吹いた気がする。これがラストだな。誘導状態が終了しそうです。出やがったな。モンスター発見しました。クエストです。討伐期待度 2.5、 報酬期待度3個となっています。一発目のクエストです。15ゲームプラスジャッジ1ゲーム、成功期待度は約 40% となっています。右のゲージの色を上げていく。同じ色でも上がれば上がるほど成功期待度は高いみたいです。今回は黄色のゲージからスタートしているんですけど、前兆中に引いた強チェリー、弱チャンス名などが反映されてますね。出る、連打いきます。連打お、緑になりました。いいですね。まだいけるか。ラストです。緑だと成功期待度が約 41% から 69% あります。さあいけるか。お願いします。一発目、お、優勢。やったー。一発目の CZ で討伐しました。風が吹いております。やったぜ。46ゲーム、投資2000円です。はい、ボーナス確定画面、女性だと偶数設定資産になっています。お、いきます。最後の最後まで青の部分見ててください。青7の部分光ってるんで青7ですね。よっしゃ、純オーガか純オーガアッシュかに注目。幸先一発目のボーナスは青7ボーナススタートです。陣王化ボーナス60ゲームです。純増約 2.8 枚、疑似ボーナスです。レア役やベルの連続でゲージを削って討伐を目指します。 BJ が来ました。なるべくたくさん仲間を集めていきたいですね。いきます。お、赤文字出ました。お、体勢崩した。1ゲーム目、確か3ゲーム目超えたら熱いはず。次3ゲーム目、ここ超えれば5ゲーム。よしよしよし。4ゲーム目、ここ超えるか。5ゲーム目、5ゲームですね。体勢立て直しました。十字キーで点灯、まだまだって出てますね。蓄積状況が見れるようになっています。攻撃力アップ。いけー、よーし、討伐成功しました。
早期討伐は残りゲーム数は剥ぎ取りチャンスとボーナスストックの高確率状態へ行きます。さあ剥ぎ取りチャンスです。このレバー大事。レア役引きたい。金色はボーナスストック。さあレア役は引けず、プッシュは黄色、赤ならボーナスです。よーし、幸先いいですね。また女性キャラですね。偶数設定した。7を狙え。さあ行こうぜ、はい、赤7ボーナスです。赤7ボーナスは40ゲームか50ゲームプラスアルファ。40ゲームですね。モンスターの特徴が見れます。ベリーオロス、転倒に弱いですね。さあ行きましょう。得意ハンター書いてあります。相性がいい仲間だと名前の色がオレンジになっています。ヒロシ残り3ゲーム。お、いきます。お、チャンス面。転落抽選は外れと1万役でしています。リプレイはセーフ。転倒してくれ、お願い。あーまずい。うわあとちょっとだったのに。281枚です。残念。ただ1ゲーム目レア役引ければ戻りますので、ここも大事です。あ、ありましたね、ストックがありました。女性キャラ、おお助かる。さあ張り切っちゃうよ。さあ行こうぜ。さあ行こうぜ。赤7ボーナスです。順調ですね。初当たり伸びてる。50ゲームです。毒と麻痺に弱いですね。さあ討伐を目指していきましょう。お、タルバクダンだ。揃え。あー揃った大タル爆弾強いぞ。あーゲーム数がな、残り5ゲームか。お、アルバーノ来ました。うわー、ここでタル爆弾。よっしゃ揃った、大タル爆弾。おー残りゲージ1本になりました。おーおー残り3ゲーム、まだ毒にかかってます。メイメイも来た。たくさん集合しました。ここに来てついに4人になった。うわー、ここからは子役の引き。いやーお願い。あー嘘。あー惜しい。ここまでか。430枚。もうちょっと行きたかったな。終わりかな。1ゲーム目、あー終わってしまった。予約はなし。さあ一発目そこまで伸ばせなかったですけど、 AT 終了後一発目の CZ で討伐成功すると青7ボーナス濃厚となっています。一発目の CZ 重要ですね。さあ赤文字からまた発見。54ゲーム、一発目のCZです。リオレイヤー、あーゲージが白からスタートですね。ラストです。オーラは白のまま、青ですね。青だと約 13% から 22%。 残念。1回目のシーデットはスルー。狩猟ボーナス終了後355ゲーム回しました。持ちメダル飲まれてしまいますので、ここから追加投資していきます。ここまでにクエストが2回、プチビンゴでワンラインビンゴをしましたが、そっちはシーデットに入らずでした。800ゲームです。討伐ボーナス後はシーデット3回。お、気合い入ってるな。気持ちいい。さあ999ゲームです。
天井までにクエストは3回。お、金扉。さあ、1000ゲーム。天井でのボーナスです。追加投資1万7000円で、総投資が1万9000円です。ここまで長かった。あ、持ちメダルがあって回せたので良かったですね。バーを狙え。バー揃いの狩猟ボーナスです。ガノスボーナス。ボルガノス25ゲーム。毒で攻撃していきたい。ドクタージーとアヤちゃんが得意ハンターです。ヒロシしかいないですね。いやー、ここは頑張りたい。お、 V 破壊しました。討伐成功すれば剥ぎ取りチャンスが1回プラスされます。で、今回は V 破壊が何回もあるらしい。お、攻撃力アップ。残り5ゲーム。いやー、頑張れ。あー、ラストのゲージですよ。うわ、V 破壊に返した。ここでやらなきゃいけない。やだやだ。お、3人いる。いけるいける。うーわ、あと1ミリ。やだやだやだ。お願い。うー、マジか。 V 破壊2個して残り1ミリですよ。98枚。うーわー、ここ大事。あー、ないか。うわ、惜しかった。バー揃いで単発でしたので128ゲーム付近がチャンスになるらしいです。 CZ の出現率に設定差がありまして、設定1で 124.9 分の1、設定6で 94.7 分の1なんですけど、前兆中や CZ 中は抽選をしていないので、実際の出現率はこれより少し下がります。先ほど天井まで打った時にそんなに CZ 来てなかったので、今後も CZ の出現率には注目していこうと思います。128ゲームです。金扉出てきました。はい、追加投資2000円、総投資が2万1000円です。先ほどバー揃いの単発でしたので、おそらく天井短縮されたんだと思います。うわ、バーですね。仲間は3人集めました。ユウとメイメイとアルバノ。25ゲームです。ヤンガルルが、お、攻撃力アップ。うわー、ラスト。こっからは引きですよ。うわー、レンジャーか。お願い。あー、マジか。ここまでか。残念、71枚。こんな時もあるよね。温泉ですね。まだわかんないんですけど、何かありそうです。さあ、1ゲーム目。古代樹の森。あー、なかった。狩猟ボーナス単発でしたので、128ゲーム注目ですね。ここが新大陸か。128ゲームです。追加投資2000円、総投資が2万3000円です。天井短縮助かってます。おー、バーですね。仲間は3人集まりました。これでバー3連発。相性のいい仲間はいないですね。あ、ヒロシ参戦。これで4人になりました。お願い。うわー、眠った。よっしゃよっしゃ。オータル爆弾です。やっと討伐成功。よかった。ラスト1ゲーム残し、金の剥ぎ取りチャンスです。あー、危ない危ない。やっと次につなげられました。いきます。レア役、まだ弱チャンス目がある。あー、ダメか。色は青。ボーナスです。よかった。
さあ何色でしょうか。まずは仲間を集めます。バーを狙え、バーを狙え。仲間は2人ですね。さあまたバー揃い。あ、昇格だ、昇格、激アツ。うわー、後ろの方に大連続狩猟ありますよ。まだいけ。あー、ここまでか。バーからベリオロスまで行きました。転倒に弱いですね。40ゲーム行きます。さて頑張りますか。いやー、もっと昇格させて大連続狩猟まで行きたかったんですけどね。残り10ゲーム、ナビ遅れました。あはは、来た、 V 破壊。うわー、討伐成功させたい。いやー、やだ、お願い。うわ、あー、 V 破壊したのに。ここまでか。248枚。終わり、ダメですね。1ゲーム目、古代樹の森。あー、リプレイか。 V 破壊した時に討伐成功できるかできないかはかなり出玉を左右しますね。はい、持ちメタル飲まれますので追加投資していきます。184ゲーム回しました。お、羽が捕食したメタル。はい、キョウチェリーからですね、201ゲームクエストです。アンジャナフアッシュですね。アンジャナフアッシュは勝率期待度が高いですね。討伐期待度が 3.5 あります。報酬期待度は3です。レア役でチャンスなんですね。とにかくレア役引ければいいのか。お、あるか、レア役お願い。あー、来た来た。あはは、キョウチェリー、あはは、レインボーになりました。やった、楽曲変わりましたね。また引っ込め。うわー、よかった、早かった。追加投資点総投資24,000円です。217ゲーム討伐成功。お、ここでジャックチェリー。さあ行きます。仲間は4人集まってます。さあ行こうぜ、さあ行こうぜ。赤ならボーナス、赤ならボーナス久しぶりですね。ブラックボーナス。さあお願いします。お、行け、行っちゃえ。うわ、あと2回、1、2回は攻撃必要ですね。あ、もう1回攻撃できればある。行け、いやー、よかった、危ない。残りゲーム数なかったですね。金の剥ぎ取りチャンスです。いきます。で、色は青、ボーナース。よかった、バーを狙え。バーですね。仲間は4人集まってます。バーはゲーム数少ない分ゲージも少ないので4人集まってればなんとかなるはず。ガルルガボーナース。はい、イアンガルルガです。ドーン、強い。あはは、 V 破壊した、チャンスですよ。残り5ゲーム。来たぞ。お、来た、ジャックチェリー、いきます。お、連続連続、いけ、いっちゃえ、一気に強い。やった、 V 破壊でやっと討伐成功しました。剥ぎ取りチャンス2個、銀と金ですね。銀ロゴの剥ぎ取りチャンスは 50% でボーナスストック。いきます。はい、先に 50% の方ですね。いける、色は青、お願い。うーわ、ただ金ロゴもあります。で、横は引けず。
色は黄色、赤7ボーナスです。7を狙え。赤7ボーナス以上ですかね。さあ行こうぜ。さあ行こうぜ。はい、よし。あ、届った。いっちゃえいっちゃえいっちゃえ。 あと1、2発。あ、やった、よかった、危なかった。風が気持ちいいです。さあ金のハギ取りチャンス。ケロ、赤7ボーナス。仲間は2人ですね。さあ行こうぜ。赤7ボーナス。リオルース、40ゲームです。いやまだまだいける。うわー、ダメ。待て、問い破壊したけどダメだった。592枚。いきます。1ゲーム目。あー残念。ただメダル500枚は超えましたので、まだ少しだけマイナスですけど、かなり取り戻しました。相棒、どのペースで向かわれますか。はい、頑張ってくださいね。プルルヤック、イッドの討伐。お、プルルヤックのクエスト入りました。153ゲームです。ベルでチャンス。お、リプレイで青まで行きました。お、ベルだ。お、ベルで黄色まで。お、スイカ。ベル。お、行きます。お、緑まで行った。さあ、一発目のシューデットなので、当たれば青七。緑ですね。緑だったらいけるはず。お願いします。うわ、大丈夫か。やった、よかった。168ゲーム、持ちメダルです。さあ青七ボーナスでしょうか。終了後1回目のシューデットで当たりました。いきますよ。最後の最後まで青ですね。さあ陣王がアショが出るか。久々の青7ボーナス。陣王がですね、60ゲーム、陣王がは防衛力が弱い。とにかく強く攻撃していく。相性がいいハンターはいないですね。ゲーム数が多いので頑張ってたくさん攻撃していきましょう。お、救難信号は相性のいい仲間を呼ぶ信号ですね。 BJ が来ました。ヘロシも来ました。あー、 V 破壊した。お願いします。眠らせるか麻痺させるか。眠らせて。あー、ラストですよゲージ。頑張ろう頑張ろう。やだやだ。あー、ダメ。待て。あー、マジか。207枚。はい。あー、あー残念。惜しい、もう一個下なら。 V 破壊はかなりの頻度でします。それをものにできるかは自分次第。捕食した、近くにいそうだぞ。赤文字出ました。追加からですね。あ、来た。270ゲーム、追加からクエスト行きました。これが1回目の CZ になります。頑張ろう。あー、ポッシュゲーム。青までですね。弱チャンス目引いたんですけどね。どうですかね。お、いいぞ、あるぞ、あるある。はっ、やった。一発目のシーデットで当たりました。285ゲーム、持ちメダルです。
よっしゃよっしゃ、行きます。最後の最後まで諦めない。お願いします。中央がアシュ。来ましたよ、ジェンオーガーアッシュ。6畳ゲームです。得意ハンターはいないですね。はい、いきます。ジェンオーガーアッシュは討伐成功で大連続狩猟のチャンスです。うわー、ジェンオーガーアッシュを倒したい。残り5ゲーム、仲間がどんどんいなくなる。残り3ゲーム。お、ラクチェリー、気を抜くなよ。痛い感じは。レジャー来ました。よし、よし、4人になった。まだ待って、だあ、危ない。いや、ちょっとちょっと、うわー、あ、怖い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 。3連続、いや怖いよ。あは、眠った、眠りました。おホタル爆弾だ。やった、ジェンオーガーアシュ討伐成功しました。大連続狩猟のチャンス、金の剥ぎ取りチャンスですね。剥ぎ取りチャンス、緑いきます。やった、大連続狩猟入れました。ボーナスのストック消化なしで討伐成功し続ける限りボーナスをストックしていきます。よっしゃ、討伐し続ける限りボーナスをストック。1戦目で失敗してしまうとストックなしで次回ボーナスへ行けます。行きます。さあ行こうぜ。さあここからプラスまでは行きたいですね。700枚ぐらい出せばプラスかな。さあ大連続狩猟1投目、50ゲーム点灯させていきたい。よし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 、対策でした。3ゲーム目、お願い、耐えて耐えて、よし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 、5ゲーム目、ここ耐えろ。よし、うわー、いやー、あ、セーフセーフセーフ、いやー、連続やだ、ダメ、あー、マジかー、ここまでか、大連続狩猟終了。あー、こっからはストックですね。あー、物にできず残念すぎる、勝てなかった。気のせいか、大量出玉獲得の大チャンスだったんですけど力及ばず、持ちメダルまだプラスになってないですね。あ、こっから地道に頑張るしかない。さあバードロイです。ガルルラボーナース、まだ麻痺しないのか。お、来た、あ、来た、行きましょう、一気に行こう。3ゲーム目、耐えろ、よし、5ゲーム目、耐えろ、よし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 、6ゲーム目、さあ7ですよ、7ゲーム目の7ゲームですね。あと1ミリ、あと1回攻撃できれば。ホモタル爆弾、やった行きましょう、ハギ取りチャンス。
リプレイ黄色赤7ボーナスです。 U だけですね。赤7ボーナスです。50ゲーム。あ、ベルナビ。いけ。よし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 。これでいけるはず。おお、羽が。やった。よし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 。剥ぎ取りチャンス。剥ぎ取りチャンス。色は黄色。ボーナスバーですね。はい、バートロイです。25ゲーム。お願い、ここ耐えて、ここ耐えて、お願い。あー、あとちょっと。あー、お願い。うわ、待て。うわ、629万。はい。ん？もう1ゲーム。さあ、元気。あ、おい、引いた。あ、やった。1ゲーム目のレアよく強チェリー引けました。戻った。さあ、1ゲーム。ボーナスです。このボーナスでプラス域いきますね。枚数引き継いでるので有利感は切れてないですね。やった。あの1ゲーム目のレア役でプラスになるってすごくないですか。さあ、バーゾロイ、なんとかつなげたボーナス伸ばしたいです。はい、ボルガノスです。そろそろ、あー、転倒が、あと少し転倒して、お、来た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 、いけ、来ましたよ。落とし穴、一気に行きましょう。3ゲーム目、ここ耐えればいけるかも。お願い、まだまだ。よし、やったー。よし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 。1ゲーム目のレア役でつなげたのが剥ぎ取りチャンス2個ですよ。 V 破壊2回してたんで。さあ、 50% 取りましょう。剥ぎ取りチャンス、まず1つ目青。よし、まず1個取った。剥ぎ取りチャンス。さあ、銀ロゴ2個目お願い。青、金ロゴ青。よし、まあ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 、ここでほぼプラマイゼロになりましたね。ちょっとプラスだと思います。さあ、行こうぜ。赤7ボーナスです。50ゲーム。あはは、V 破壊はしたけど、まだまだでしたね。928枚まだあります。さあ、現状 U だけ。頑張ろう。さあ、ゲージラスト、眠るのはまだか。仲間ヘロス来ました。お、あ、2連敗した。1012枚です。うん、あー、ここまでギリギリプラスになりました。ボーナスの開始画面は女性の偶数設定したの方が若干多いですね。終了画面の詳細がまだあんまり分かってないんですけど、高設定した出てるのかわかんないですけど、 CZ の出現率もそんなに高くないんですよね。一回天井行ったように
シーゼットは重めなので、とりあえず初回のシーゼットまでは打ちます。これがラストだな。さあ、高確率中の強チャンス目から出ましたね。134ゲーム最初のクエストです。アンジャナフアッシュだ。討伐期待度高いですよ。 3.5。 こういうチャンスを一つ一つものにしていかないと。あ、来た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 、黄色までか。あー、あと1ゲーム、まだいけるよ。ここ、あー、ベル引いた。緑ですね。緑だったらいけるよ。お願い。おここで強チャリ、おせん、よっしゃー、150ゲーム持ちメダルです。あー、ここまで打ってよかった。いきます。最後の最後まで諦めない。はい、青ならボーナス、ジオーガですね。60ゲーム、シーゼット1回目のボーナスで青ならボーナスが出てきて、ジオーガアッシュの可能性があって、で討伐成功できたら大連続狩猟の可能性があるので、一発目のシーゼットまでは様子見た方がいいかもしれないですね。いや、一気に行きたい。4人、3人、いいぞ。ドンドン、あ、体勢崩した。ジオーガ討伐のチャンス、ここ越えればいける。お願い、越えて越えて、あ、やった、ジオーガ討伐成功しました。やった、ま、ここでのレア役まだ引いてないですね。青ボーナスバーですね。バーの時に頑張って討伐しないと。よし、ベルドン、強い、いけ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 、やったよし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 、討伐成功、剥ぎ取りチャンスです。レアあるよ。あー、ダメだった。青ボーナスです。さあ行こうぜ。さあ行こうぜ。赤ナです。ベリオボーナー、40ゲーム、ベリオロスです。仲間は4人になりました。さあ残り1本です。あー、睡眠があと少しですね。いや、耐えて。あー、睡眠あとちょっとだったのに。425枚です。はい、古代樹の森。あー、残念。最初の CZ まで打つっていうのはかなりいいかもしれない。楽しすぎて結局ずっと打っちゃうんですよね。モンスターの気配がする。そのカード出たな。プチビンゴのワンラインビンゴから191ゲーム、1回目の CZ です。クエスト、わ、アンジェラフアッシュだ。討伐期待度高いです。よし、ここ頑張ってこう。ゲージ青からスタート、いけ、黄色、うわー、ラストジャッジ。あー、緑まで行きました。なんとかラストお願いします。いけるいけるいける、うー、ダメですか。復活、208ゲーム持ちメダルです。やった、1回目のシーゼット成功、討伐しました。ボーナスです。開始画面はかなり女性に寄ってます。さあ、アルバーノとエリーが来ました。いきます、ジンオーガアッシュ、
仲間は3人です。ジオが今がチャンスだ。押せない、押せない今だまた落とし穴落ちました。よく落ちるな。お、3ゲーム目耐えましたよ。次5ゲーム目、ここ耐えて、あ、ただ残り23ゲームでもうラストのゲージなので熱いです。ドン、かなりいけそう。はい、あれはあの、イエーイ、残り15ゲーム残して即討伐、剥ぎ取りチャンスです。お、来た、あ、赤い、いつでも相手してやるぜ。お、チャンス目だ、やった、剥ぎ取りチャンス獲得。いや、早期討伐はこれがいいんですよね。さあ、行きますよ。で、はい、青、あー、マジか、剥ぎ取りチャンス、出る、赤7です。さあ行こうぜ、さあ行こうぜ、赤7ボーナスです。持ちメダル徐々に徐々にプラスになってます。50ゲーム頑張ろう、行くぞ、行け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 、ドン、あー、まだか、あと少し、あと5ぜ、行ける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 、ドン、やった、さすが、討伐成功、剥ぎ取り、行きます、レイアク、あー、青、くそー、剥ぎ取りチャンス、せっかく V 破壊したのに、消えろ、さあボーナスです。さあ行こうぜ、赤ならボーナス、頑張ろう、リオレイヤー50ゲームです。いや、頑張れ、嫌だ嫌だ、あー、さようなら、ここまでか、488枚です。努力ありのみですよね。いや、行きます、古代樹の森、あー残念、後半はゲーム数もそんなに深いところまで持っていかれてないので、ずっと徐々に右上がりで、一番最初に出した出玉をやっと超えましたね。強取りからクエストですね。バフバロー、バフバロー77ゲームです。早い、お、ガンガン行くぜ、あ、ベルゾロイでチャンス、ベル引けばいいだけですよ。よし、引いた、おほ、ゲージ1個分いきました。なんとか黄色まで、ベルベル、あ、ここでベル緑、なんとか緑、頑張れ、大丈夫か、怖い、お願い、うー、ダメー、きたー、たまんないですよ。94ゲーム持ちメダルです。早い最後の最後まで諦めない、それがハンターだ、全王がアシュおー、強いけど頑張ろう、金曜がボーナス、あ、麻痺した、よしよしよし、3ゲーム目、耐えて耐えて、よっしゃいける、やった、嬉しい、ちなみに枚数は引き継いでますね、
さあ、剥ぎ取りチャンス。レーク。剥ぎ取り。はい、ヒロ。赤7です。まだユウ一人です。最後の最後まで諦めない。あ、青だ。それが来た。はい、中央ガーシュ。うわー、ここで青7か。よし、やった。徐々に削ろう。左、右、左。うわ、右。あ、中央が、これは中央が強かった。ここまでか。枚数引き継ぎで689枚です。正直あるのみある。さあ、1ゲーム目。古代樹の森。あーだね、持ちメダル多分2000枚弱はありますね。後半ずっと連続で1回目の CZ 当てて青7引けて、そのおかげで徐々に増えてますね。引き続き1回目の CZ までは打っていきます。見つけたぜ、リオレイヤー。ワンラインビンゴからリオレイです。242ゲーム。さあ、これが1回目の CZ になります。お願い。あー、ラストジャッジ。ラスト。あ、ここで追加です。黄色の半分ぐらい。ここで仕留める。お願いします。あー、大丈夫かな。お願いします。あ、うまい。やった。258ゲーム総罰成功です。さあ、いきます。最後の最後まで諦めない。お願いします。陣王が足を。あー、陣王がですね、仲間はエリーとアヤちゃんかな。さあ、60ゲームです。陣王がボーナス。そこ耐えろ。やった。嬉しい。陣王が討伐しました。残り11ゲームあります。それが。さあ、いきます。はい、青ボーナス。もう久々ですね。さあ、ドロイのボーナスです。ダブルのボーナス。わあ、V 破壊してるけどゲージがまだたくさんある。よし、リプレイ。あ、V 破壊もったいない。残念でした。212枚です。いきます。あー、あ、来た。ジャックチャンスめ。最高か。戻りました。1ゲーム目のレア役は2回目ですね。気がいい。バー、はい。お、よし、赤7以上になりましたね。よし、7を狙え。さあ、行きます。最後の最後まで諦めない。はい、それが青7ボーナス。ジオウが連発ですね。60ゲーム。さあ、行こう。ユウとエリーと青。右、よし、どう。いいよいいよ。さあ、やった。陣王が討伐成功。いきます。ここでレア役。剥ぎ取りチャンス。ああ、青ボーナスです。バーを狙え。はい、バーです。お、来た。昇格。昇格チャレンジ。あー、頑張ろう。どこまで昇格するか。いきます。
こまでか。昇格で大連続狩猟を入れるには青7で昇格させないと難しいんですかね。559枚です。いきます。ジューク。古代樹の森。あー残念、ベルでしたね。2000枚以上はメダルがある状態です。ずっとクエスト1回ハサミなんですよね。6回連続でクエスト1回目で当ててますね。これがラストだな、うん、食事スキル発動してます。お、いたいた。87ゲームクエストリオレイヤです。さあ一発目のシューゼット、早いゲーム数でシューゼット引けましたね。ラストジャッジ。さあラストジャッジ。あー黄色です。いきます。あーいけ。あーここまでか。いきます。あー終わってしまった、残念。シーゼットを1回目スルーしてしまいましたのでプラスですし、本日はこの辺でやめたいと思います。総ゲーム数4756ゲーム、青7ボーナス9回、赤7ボーナス13回、バー揃いが10回ですね。こんな感じで1回ずつボーナスクエスト、ボーナスクエストで単発はほとんどなかったです。最初の方はありました。ここが天井ですね。モンスターハンターワールドアイスボーン初打ちかなり面白かったです。それではエンディングでまとめます。はい、実戦終了ということでお疲れ様でした。本日は新台のモンスターハンターワールドアイスボーンを1台打ちました。総投資が24,000円、回収が2017枚ということで見事プラスで終われました。総ゲーム数が4756ゲーム、偶数設定示唆が17回、奇数設定示唆が14回、1回数え間違えてますがそれでも偶数設定示唆の方が多かったです。天井には1回行きましたが、バー揃い単発後の天井短縮とチャンスゾーン1回目の討伐成功の青7ボーナスにかなり救われました。子役の引きがかなり重要な場面が多いですし、 V 破壊も頻繁に起こる印象でしたし、通常時も含めて全体的にかなり面白い機種でした。これから高設定狙いを積極的にしていきたいと思いました。よろしければこの動画への高評価、ニコ7チャンネルへのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次回からもいろんな機種を打っていきたいと思っておりますので、よろしければご視聴くださいませ。本日も最後まで見てくださりありがとうございました。じゃあまたねー。